はいどうも皆さんこんにちは、 WD23 スタジオでございます。さて来週ですね、私カリフォルニアに行ってまいります。というわけでカリフォルニアに行くんですけど、まあいろいろ動画の方も上げていきたいなと思っておりまして、一応カリフォルニアの方ですね、現地の動画も上げるんですが、一応旅の準備というわけで、これからカリフォルニアとか、あとは世界のディズニーリゾートに行く人にぜひ見ていただきたい動画をちょっと作っていこうかなと思っております。というわけで準備編の方をやっていきたいと思います。さてまずですね、今横にちょっと見えないと思うんですけど、ここにスーツケース置いてありまして、今はもう荷物のパッキングの方を行っている最中でございます。それでですね、中身、スーツケースの中身、皆さん何持ってってるんだろうっていうのを、知りたいかなと思いまして、パッキングの際にですね、注意点とか、あとはこういうの持ってった方がいいよとか、そういったことをお話ししながらですね、ちょっと中身の方をご紹介していきたいと思います。で、ディズニーに行かなくても、海外旅行とかで使うものもあると思うんですけど、いろいろやっぱり必要だと思うんですよね。まず洗面用具、私これ無印のカバンを使っておりまして、中にいろいろですね、洗面用具の方入れております。普段家で使ってるものだったりとか、あと薬ね、胃薬とか整腸剤とか、もしもの時のために一応入れております。あとなぜか洗濯のこれ一回も使ったことないんですよね。一応念のため持ってっております。そんなに長いねこと旅行はしないんですが、こういったものもあります。で、この無印のカバンの使いやすいところ、こう引っ掛けられるっていうところですね。これが非常に便利なところでございまして、これを毎回旅行の際ですね、海外国内問わず持ってっております。かなり重宝しているものですね。あとは無印で一緒に買ったものとして、旅行用品これです。ハンガー折りたためになっていて、くるっとやるとこんなコンパクトになるんですよ。で、これも一応念のためっていうことでハンガーこれ持ってって1本だけね持ってっていっております。3泊5日というわけで、3泊分の洋服を持ってっております。洋服は厚抜いて入れるようなタイプの真空パックなんですよ。使っておりますので、かなりコンパクトにまとめられております。その他はあとはお茶ですね。多いお茶をちょっと今回買って、あやたかは普段持ってるんですけど、近くのお店に今ちょうどお茶しか売ってなくてですね、こちらお茶の方を持ってっております。以前アメリカに行って、ああ苦いお茶飲みたいと思ってお店行ったら、お茶売ってるんですよ。お茶飲んだらそれがですね、甘いお茶だったんです。で、やっぱり日本人ですね、こう苦いお茶が飲みたいっていうわけで、こんな形でちょっと苦いお茶を毎回この大きい2リットルのペットボトルで持っていっております。はい、あとはですね、一応テープ、ビニールテープ、これ以前空港で、海外の空港で買ったものなんですけど、結構90リットルのスーツケースを持ってってるんですが、意外ともう行きからですね、荷物がいっぱいで、帰りにお土産を入れようにも入れられないっていうことが以前ありまして、しょうがないからディズニーのショッピングバッグで持って帰ってきたんですけど、なんせ袋が開いてしまうっていうわけで、テープを空港で買いまして、これですね、これでぐるぐる巻きにして持って帰ってきたことがありまして、それ以来このディズニーに行くときはこのような形でビニールのテープを一緒に持ってっております。あとは意外と使うのが除菌シート、これですね。はい、これも意外と使うものになってるので、毎回新しいものを買い足して持ってっております。機内で使うものとしては、一応ですね、念のため、アイマスクと耳栓を持ってっております。耳栓いろいろ買って、安いもの高いもの買ったんですけど、なんだかんだこれ安かったんですけど、結構耳にフィットして、これが非常に使いやすいんですね。なのでこれちょっとおすすめです。いろんな多分方の耳にもフィットしやすいと思います。3段階くらいでなんだ形で分かれていて、これが非常に使いやすいで、なおかつ結構音も聞こえないということで、こちらの方を持っていっております。あとは機内でもらうものとして、スリッパとか、あとは
カトラリーセットっていうんですかね、まあ、プラスチック の, あのフォークとかナイフとかスプーンとかがついているもの、これをもらうんですけど、まあ、使わないこともあるんですよ。で、これを持ってってやると現地で結構使ったり便利だったりするんです。ホテルで使ったりとかするので、一応これもらって、あのこれデルタ航空ですね、以前あのカリフォルニアに行った時にもらったんです。で、これこのような形でもらって、そのままスーツケースに一応入れてあります、常に。はい、意外とこれが便利だったりするんですよ。現地で何か物食べたいなとかスリッパ使いたいなっていう時にこれで使ったりとかするので、機内でですね使わない時はぜひ持って降りてみていただけるといいかなと思います。はい、あとカリフォルニア、まあ、ディズニー以外ということであるので、まあ、カリフォルニアということで、はい、あのアリエルになりますデザインは、こんな感じですね。これが日焼け止め、日焼け止めとサングラス、これの方は必須になっておりますので、ぜひ持って行ってください。結構暑いですね。あの夜は結構涼しくなって、今のこの10月の時期とかだと、まあ、大体18度とかそのぐらいになるんですが、まあ、昼間は結構暑くて30度近くまで上がって、結構日差しが強いので結構痛いです。痛いぐらいのピリピリするような日差しになっているので、ぜひこの辺は持って行っていただければと思います。この後はですね、まあ、ディズニーに必要なものというわけで、はい、じゃあまず一応ショーを祀ったりとかする時のために、以前ご紹介しました動画でもご紹介しました、はい、ロゴスの、座布団、エアーマットになります。これを持って行って、まあ、お尻の下に引いてっていうことで使えます。あと日傘、じゃん、日傘です。これもディズニー、これはあの D23 Expo っていうね、あのファンイベントで買ったもので、ファンタジアのミッキーが描かれております。そうだ、あのエアーマットの方はですね、あの動画概要欄にリンク載せておきますので、こちらの方ぜひご覧になってみてください。それでですね、ディズニー、これいつも持ってるのチップの帽子、はい、私チップが好きなのでこのような形でチップの帽子を持ってっております。これはあのカリフォルニアで買ったもので、まあ、今回もカリフォルニアに行くということで、このね帽子を持ってってちょっとチップたちに会っていきたいなと思っております。はい、あとピントレーディングっていうのが知ってますか。ピントレーディングっていうあの海外のディズニーや文化があるんですけど、まあ、文化というかね、楽しめるあのイベントに近いものですかね、まあ、そういうものがあります。これがですね、あのピントレーディングで使うランヤードと呼ばれるあの首にかけるものになってまして、現地でこういったランヤードを売ってて、スターターセットでいろいろピンも何個かついているものが売っておりますので、いろいろ種類もあるので、あのまだやったことないよとか、まだ行ったことないよという方は現地に行って買ってみてください。で、これ買ってみると、まあ、いろいろピンもついてくるので、その場からもすぐにあのピントレーディングが始められますよというものになっています。まあ、ピントレーディングって何をするかというと、簡単に言ったらピンの交換をします。ピンのトレードなのでピントレーディングというわけでございますね。まあ、いろいろこうピンを首から下げて、まあ、現地のゲストの方とか、あとはキャストさんもこうやって首から下げているんですけど、で、じゃあいいなと思ったらピントレーニングしようっていうと、結構快くね皆さんしてくれて、結構そのコミュニケーションのきっかけにもなるので、すごい楽しいものになりますので、おすすめになってます。もし日本ではねちょっとできないので、あの海外行った際にはぜひやってみてください。というわけで、このような形でピントレーニングのセット、ランヤードと、あとピンの入れ物として、あの35周年のねこれ入れてるんですけど、ジャラーって入ってます。あのこのような形でこうピンのセットを持っていっております。あとは、まあ、キャラクターとアユというわけで、サイン帳ですね、サイン帳と、あとはいろんな色のペンを持っていっております。いろんなキャラクターにやっぱりサインももらえるので、結構レアなキャラクターとかだと、去年フロリダに行った時はあの書いてはくれなかったんですが、こういった形でジャックとサリー、ジャック・ザ・スケリントンとサリー、これはハロウィンイベントでもらったものになるんですけど、こういった形でもらえるようになっているので、まあ、サインも結構レアなキャラクターとかもいるので、このような形で
サインの準備をしてきております。はい、とまあこんな感じでちょっとまあディズニー特有ってなると、まあ、ピンとかあとはキャラクターのグッズ持っていっております。とまあこんな感じでパッキングの準備編は以上になります。皆さんですね、あのディズニーに行く際は今回ご紹介したものとかをあの参考にしてご準備していただければと思いますので、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。